い、どうもみゆです。では PSO2 を進めていきます。ですね、今日は、ストーリークエストをやる前にこのたまりにたまったクライアントオーダーの報告をしたいと思います。もうなんか結構遠い記憶すぎて、どういうクライアントオーダーだったかもね忘れてる感じのも多いんですけど、まあこれ全部終わったので報告に行きたいと思います。ということで、まずこのフロアにいるエコーさんとアフィー、マール、コフィーさん、ハンス、ローラさんに会いに行きましょう。まあやっぱりね、一番近いハンスから報告しに行きましょうか。でちょっとハンスに関してはですね、テクターのレベル上げをしている時に、ハンスの、オーダーを受けて報告、レベルを上げてたので、なんか何度かオーダーを受けて成功すると、クライアントオーダーが増えるみたいで、なんか録画は撮ってないんですけど、受けたやつもあったようなないようななかったら意味ないか、まあ いやこの説明なんだったんだみたいなまずですね、トードの何、家でとキング家で60匹15匹倒すやつ報告しますははは、いやほんとすごかったな、動きが俺の目に焼き付いてるよ、いい経験を積めて羨ましいぜ。これいつもと一緒ですね、やっぱああいう、俺も参考にさせてもらうぜ、ありがとな。おお増えたじゃあ次、ガーディンの撃破40匹いやほんとすごい、これ一緒だな、一気にドカンと蹴散らす技で一網打尽だよな。俺も参考にさせてもらうぜ、ありがとな。増えたぜまた。まあ偽存でね、一気に倒した方が楽というガーディン。次、マルモスで、マルモスの撃破とガーディナーの撃破、あともう一個ある、シグノガンの撃破、あこれは前増えてて受けてなかったのか、というより受けられなかったのか20個いっぱいだったからね。ということでこれ受けたいけど、先に多分いっぱいになっちゃうと思うんで、クライアントオーダー減らしてから受けに行きましょうかということで、次はなんでこっち来ちゃったんだろう、ジョーゼフさんでもないな、私に用かな、用はないな、ローラさん、ローラ、あれローラ、ローラいたじゃん、ローラ、こんにちは、こんにちは。レバンドドリンク EX への道、フォードラン、ノーディランのなんかアイテム調達、本当に、おお、レベル上がったうわ本当に本当ありがとうございます、やった、これでレバンドドリンク EX を見ていてください。今すぐにあなたの得てきたこの素材で、これいつもと一緒だね、次から提供できますのでぜひ利用してください。おー、ローラさんもいつまでも終わんないよね。ガッツドリンク EX、 さよなら、これもね後で受けましょうか。で次、マールが近くにいる、ちょっとグラフィック出てないけども、また会えた、マール、一瞬ハゲてたマール、共に東都へ行きましょうということで、マールと東都へデートしてきました。これはね、まあ、一人でさらっとやったんだけど、さらっと言う割には結構苦労しました結構苦労しました。これはい、お疲れ様、フォースらしい動きしていたと思う、私も協力してもらえたから随分楽ができたし助かった、
それじゃあ私はこれで、また機会があったらよろしくね。よろしくね。で、あとマールーさんはこれか、一流フォースになるために。また今度ダークラグネがな、戦いたくないな。次エコーさん、お、ちょっと音楽が音楽が止まってしまいましたが大丈夫で、エコーさんもね、なんかデートに行ってきました。どこだっけこれ、気候州性能調査砂漠をエコーさんと2人で行ってきました。うん、報告終わりっと。今日はありがとね、いろいろ私も結構すっきりしたよ。今日じゃないけどね私基本的に足手まといになっちゃうかもしれないけど、それでもよければまた付き合ってね。あれ、エコーさん増えたね。秘密の特訓が増えたよ。凍土地域状況調査のクリア。それじゃね、まあ、これまた次ね受けましょうか。そしてアフィンとのデートもね終わったので、基本的にこのデート系はキャラクター喋ることは毎回一緒ですね。心理デーマルモス鎮圧のクリア。最高だな。最高って言われちゃったよ。お疲れ。これで凍土も経験したことだし、今後は一人でも大丈夫だ。俺昔から最初の1回が苦手で、一度経験した後はなんとかできちゃうんだよな。アークスって不意の遭遇が多いから良くない癖だけど仕方がねえよ。そういう風になっちゃったんだし。んじゃな相棒、また何かあったらよろしくな。お、アフィンも増えたね。アフィンの予感、これまたアフィンとデートだ。じゃあまたな。そしてコフィーさんですよ。コフィーさんはあれです、地下坑道のフリーフィールド開放の許可をもらいます。いいですね。いいですね。報告受けたまりました。まあ、これ毎回同じことを言ってます。自由行動といえば聞こえがいいですが、安全が保障されていないエリアへ立ち入ってしまう危険性もあります。だからこそ準備を怠らずに、油断をなさらずに動いてください。生半可な実力の得られない許可です。おー、まるに新しいクライアントオーダーが増えましたが、きっと一緒に地下坑道行きましょう系だと思う。まあ、その前にね、報告をしていきましょう。次、あ、今なんか画面に出てた服今着てる。次エメラインお、どうもどうも。甲虫の観察ということで、火山洞窟でなんか見たはい、素晴らしいです。こんなに早く見つかるなんて、ライフワークにするはずの研究がいきなり壊滅しそうですよ。ミュウさん、それもこれも全部あなたのおかげです。感謝してもし尽くせません。ミュウさんの足跡をたどりながら、これからは自分でも現地観察してみたいです。本当にどうもありがとうございました。趣味でやろうと思ったけど終わっちゃったと。どうしてくれるんだ、暇ができちゃったじゃないかという感じだった。次じゃんおじいちゃんともデートに行ってきたので報告しましょうか。いや君か、若いな、じゃんおじいちゃん。気候種性能調査地下坑道のクリア。エコーさんと同じとこだね。はい、愉快痛快。うむ、よろしい。皆の見る目と私の見る目に間違いはなかったようだ。実力を得たとしても一切の油断なく任務に取り組む、アークスの鏡だな。うんうん。
その志を忘れずにこれからも精進していくんだぞ。思えば私も昔は自分の力を過信しすぎたこともあり、おじいちゃんのね長い話は、聞いてられないので。それではな。じゃあね、クレシタさんに依頼の報告をしよう。何よ何よ、報告ですよ。ヘッポコピーナーディフェンダー、これはエマージェンシートライアルで、戦闘機防衛ってなんかあの船が落っこちてきて助けてくれとかいうエマージェンシートライアルを、クリアした時にクリアしてくださいというオーダーでした。はい、楽しいじゃないの。お疲れ様。ヘッポコピーのくせにちょっとかっこよかったじゃない。マジでアークスでの信頼がグッと上がった感じ。でもまだ私の見てきたアークスの中で下から6番目くらいだけど、また1個上がった。上には上がいるってこと。今日の活躍をバネにまた頑張ってね。今日、正しくは昨日だ。あんたを見てきて思うこと。飛行士性能調査、地下行動をハード以上20分以内に S ランククリア。はい。お帰りなさい。あんたには油断なんてものは無縁だった。そんなのってないわよ。でもそう言って気を抜いてさようならしちゃう人もいるんだから、気をつけなきゃダメよ。意外と心配してくれてる。まあ今回の様子を見るに大丈夫だとは思うけどさ。ま、何はともあれ無事でよかった。これからもよろしくね。あれ、ちょっと好感度上がったんじゃないの。なんか増えたね。まあ、これ後で見ようか。はあ、ため息ついちゃった。フランカさん、こんにちは。こんにちは。フランカさんいっぱいあったんだよね。固い木の実の調達でレベル21からのガロンコ。ありがとう。やっぱりあなたに頼めば安心ね。それにしても本当に硬そうな身ね。ちゃんと厨房で割れるのかしら。ごめんなさい、それは私の仕事よね。余計なこと言ってないでやってみるわ。今回もお礼を用意したから、じゃあまたね。フランカさんすんごい多いよね。また増えたよ。アギニスの肉。いいわね。ありがとう。これだけあればしばらく大丈夫ね。みんなまだかまだかってもう大騒ぎしてるのよ。あら、こうしちゃいられないわ。早く厨房に戻って調理しなきゃ。そうそう、お礼も渡さなきゃ。じゃあまたね。イエーイ。ノーディランの肉。うわ、いいわね。これよこれ、高級食材なの。ノーディア、そうなんだ。私も話に聞いたことがあるだけで、実物を見るのは初めてなの。調理しがいがあるわ。お店で売ってる値段ほどじゃないけど、多めにお礼を用意したつもりよ。ミュウさん、いつもいつも本当にありがとう。これ報告するたんびに増えてったら減らないな。フランカの依頼はこれスパルガンの方針を報告だけでレベルが上がった。うわ、いいわね。ありがとう。すっごい感情そうな方針ね。うん、これならいい器具になりそう。あ、こうしちゃられないわ。早くこれを調理器具に加工してもらわないと。そうそう、お礼も渡さなきゃ。じゃあまたね。よし、増えなかった。ガルフルの肉の調達。いいわね。やった、ガルフルの肉持ってきてくれたのね。なるほどなるほど、寒い環境下にいる分油が乗ってて焼くといい味が出そうね。仕込むのにも時間がかかるし、早く準備を始めなきゃ。それじゃ、いつもありがとうね。イエーイ。また増えた。ガーディンの
フレームの調達。うわ、いいわね。ありがとう。へえ、聞いた通りね。すごい軽いけどすっごい硬くて頑丈そう。よし、早くこれを調理器具に加工してもらわないと、お客さんも待ってるしね。そうそう、レモン渡さなきゃ。じゃあまたね。よし、これで報告は終わったな。じゃあみんなの依頼を受けましょうかね。ロックベアの腕肉と木の実の調達。なんだって？ロックベアと？あ、どっちもロックベアから取れるのか。まあこれは受けましょうね。はい。ごめんなさいね。あなたには本当に感謝してるわ。今じゃもう厨房の、これ読んだことあるな。もちろん厨房でも評判よ。あなたに頼めば思いつく食材はきっと用意してくれるって。って全部私が言いふらしてるんだけどね。言いふらすなよ。今度も期待して待ってるからよろしくお願いね。はいはい。あとはアキニス、あ、こっちが。ロックベアの肉の調、あー、いいね。これロックベアって一気に終わらせられる。今更こんなこと言うのずるいけど、ロックベアって凶暴なんでしょ？もちろんあなたなら仕留められると思うからこそ頼んでるんだけど、他の人に頼めるわけないじゃない。無理なら無理で仕方ないと思ってるから、ほどほどにね。あとはフォードランの角。また受けましょうか。気をつけて。ノーディランじゃなくてフォードランね。同じ種のメスの方よ。メス？オス？メス、オスが読めないという非常事態。あれ、メス、オスだったんだ。ミュウさん、私の頼みで必ず引き受けてくれるわね。世界で一番信頼できるアークスよ。今までずっと甘えてるけど、別に迷惑なんてことないでしょ。ないでしょ。ことフォードランの角はかなり珍しいものらしいから、私も高額報酬を覚悟してるわ。それじゃあ楽しみに待ってるから。高額報酬、400円で高額。40個だから1個10円じゃん。どこら辺が高額なんだ。まあいいや。砂漠エリア限定のレベル28からダーカが対象。硬質な葉の調達。ありがとう。あなたなら引き受けてくれそうな気がしたのよね。思い切って頼んでみてよかったわ。歯ごたえのある硬そうな張り、なんていうの、しは、わかんない。で、見てみないとわからないわね。探して来られるものなのかしら。でもみんな楽しみに待ってるの。あなたも食べてみたいでしょ。だからよろしくお願いね。別に食べてはみたくない。なんかいっぱいあんな。ファンガルフルの肉とギルナスの装甲ね。本当に、あ、もうこれ読んだね。まあ、私が言いふらして期待してるからお願いねって。ギルナスの装甲。おい、変な声出ちゃった。あなたが引き受けてくれさえすればもう手に入ったも同然ね。褒めすぎかしら。もちろん無理したりそういうことできる範囲でいいからね。これで全部受けたかな。じゃあね。よし、減ったと思ったらだいぶ増えたな。あと この子も増えてた。何よ。ヘッポコピーのハード以上20分以内クリア。あ、これは楽だな。
あら、私の挑発に乗っちゃって大丈夫なのかな。顔に書いてあるわよ。ロックベアが怖いヘッポコピーです。ははは、は笑われた。嘘嘘、冗談だから。私結構本気であんたのこと応援してるのよ。なんだって、ファンになってしまったのか。ちゃちゃっと救援してきなさい。救難信号調査。ハード以上20分以内に S ランクか。これは若干めんどくさそうだけど、まあいいや。はい。あんたこんなところでフラフラして暇でもしてるの？まあいいや。暇していてもいなくても他のヘッポコピーの手伝いに行ってきてきなさいよ。あ、ヘッポコピー、うん、ヘッポコピー卒業者はすべからす、すべからく他のヘッポコピーの援助をするべし。それが決まりなんだからね。知らないよ。ほら、惑星リリーバの地下行動とか救助任務が多いって話だし、サクサクと助けに行ってきなさい。マスコ迷いやすいもんね。地下行動は迷子になりやすい、きっと。ということで、あとあれだな、アフィンとエコーさんとマールからオーダーを受けようか。あとハンスもか。お、どうした？アフィンの予感。はい。何なんだろうな、この感じ。時々あるんだよ、予感じみた何かを感じることが。とびきり悪い感じってのもなさそうなんだけど、とにかく一度行ってみたくてさ。もしかしたら俺の探し人とも関係があるかもしれないからな。つうことでよろしく頼むぜ相棒。お前となら安心安全だからな。うん。じゃあまたな。アフィンの探し人は誰なんだろうか。マターボードを進めればきっとわかるはず。エコさん、いや、秘密の特訓。はい。困ったな。ゼノは依頼でてんてこまいなの。だから私も私だけでやること見つけないとね。ということで、いろいろ任務とか地道でこなそうと思うんだけど、せっかくだから一緒にどう？別に私だけでもいいけど、一人での任務はあまり良くないって習ったでしょ。だからさ、良くないのか。よしよし、それじゃあ行こう。目指すは東都地域状況調査よ。それじゃね。それじゃあね。で、マールーさんの元気か。依頼は何が増えたんだ。歌えた。あなたの力を見せてほしい。地下行動探索のクリア。やっぱりね、うん、同じアークスとしてお互いの実力を知っておくことは重要なこと。特にフォース同士ならなおさら。お互いの力を知っていることで不足を補うように戦えるから。私はもっとあなたの力が知りたい。だから地下行動探索に付き合ってほしい。あなたがどれくらい成長したのかはっきりと見ておきたいから。なるほど。ということはこれはフォースにならないといけないのか。あれ、ローラさんも増えてなかった？こんにちは。こんにちは。ガッツドリンク、キャタドランとグアナだね。はい。これはちょっと。究極へのドリンクへの道。あ、これ一緒だ。ガッツドリンク EX でいいのか。ガッツドリンク EX ね。で、なんかバルバラさんも増えてた気がするんだよね。あ、やっぱり、ボルドラゴンの撃破。あ、これレベル書いてないから、どれでもいいのか。これ受けておきましょう。武器の扱いとは一日にしてならず、特訓すればするほど、その扱いは上達していくものよ。
最初は辛く苦しいと思う特訓も、一つ一つできることが増えるたびにどんどん気持ちよくなっていく。そういう教え子を私は何人も送り出してきた。だからあなたも安心して従いなさい。かっこいい。なんだってウォンドのギアシステムについて説明します。スキルウォンドギアを習得している場合には、武器パレットの上部にギアゲージが追加されます。ウォンドのギアゲージはチャージテクニックをヒットさせることにより蓄積されます。テクニックがセットされたパレットを長押しすることでチャージテクニックを放つことができます。なんだって、そうだったのか、全然知らなかった。え、普通じゃないか。まあいいや、さよなら。さよなら。しかも今2ページ目あったので飛ばしちゃったね。間違えて B を押しちゃったよ。で、あとハンスね。あんだあんだ、3つも受けられんのかな。まあいっか、受けとこう。シグノガン撃破。シグノガンの速さはマジ反則だぜ。なんだよあれ、どうやってんだよ。ズルにも程があるっての。まあまあ俺はなんとか倒せたけど、知識ないままぶつかったら波のアークスじゃ1コロだぜ。あれはオタクも一度見てきた方がいいぜ。動きが早いって分かってりゃ慌てたりもしねえだろ。知ってるよ。それじゃあそういうわけでよろしくな。なんて調子乗ってんだこいつは。温厚ならちょっとくらいの間違いも許してくれって話だよな。もうめんどくせえよな。まあ俺は手違いで襲われてもなんとかしたからいいんだけどさ、すっげえ迫力だったぜあいつら。一度見ておいた方がいいだろう。どういう攻撃してくれしてくるかとか分かればオタクならなんとかしちゃいそうだし、それじゃそういうわけでよろしくな。何の敵のこと言ってた今。マルモス、デマルモスか。タユタウスキか。ガーディナンの撃破。集団でボコってくるとかよくねえよな。まあマジでダッセーよあれは。かっこ悪いにも程があるぜ。どんだけ悪口言うんだよ。クソったれ。ガーディナンとかいう指揮官機、あれが入った途端にガーディンどもが一斉に組織だった動きしやがんの。まあ俺だったからよかったけど、オタクだったらちょっと危ないぜ。マジで数の暴力、数の暴力だからな。ということで俺が戦い方を見守っててやるから頑張ってこいよ。あれ今回ちょっと違うね。ああ、ああって、あいつは本当にアークスなのか。なんちゃってアークスじゃないの。まあいいけど、え、ちょっとね、ジョーゼフさんがなんか溜まってた気がするんだよね。やあ、やあ、あ、やっぱりロッド特訓とタリス特訓が溜まっている。ちょっとタリスからにしておこう。気候、気象鉱石発掘任務のクリア、ハード以上22分以内に S ランククリア。はい、さらなる高みをくじけず目指すか。良きかな良きかな、それでこそだ。では見せてもらおう、君の実力とその情熱をな。情熱は特にないな多分。ロット特訓ね。はい、あ、20個いっぱいだ。しかしロットはフォースじゃないと装備できないんで、まあ後回しでいいか。ということで今回はね、クライアントオーダーの報告で終わっちゃいましたが、ここで終わります。次は、ついにストーリークエストをやりますので、それでは皆さんさようなら。